魔法使いのおばあさんからもらった絵本の中に入り込んでしまったマーヤは、水晶の王子に会うために南の国へ向かいました。しかしマーヤをお嫁さんにしようと追いかけてきたカエルの親子が行く手に立ちふさがったのです。ゲロ、ゲロゲロ、やっと会えましたね、お嬢さん。誰なの、あなたたち。誰かって、ゲロゲロ、わしはあんたの将来の親父様だよ。そして私がお袋様よ。はあ、さあゲロタ出ておいで。何を恥ずかしがってるんだ。こんにちは。あんた、かわいいの。さあ、早くプロポーズするんだよ。花嫁様がお待ちかねじゃないか。僕と結婚してケロロン。結婚？僕、あんたを幸せにします。マヤってなかなかモテるんだね。冗談じゃないわよ、ケロ。お志はありがたいけど、私、結婚のことなどまだ考えてませんの。あしからず。さあ、ノーブル、行きましょう。うわぁ、逃がすもんか。俺の息子と結婚するんだ。いやよ、よし。しっかり捕まって。ペロリ。ギッテというか。
私弱いのよ、地震って。あ、まただわ。あ、お母さん。だらしないわね、これっぽっちの揺れで。そんな風にへばりついてたら何にもできはしないわ。見ててごらん。なんだからもう。ほら、この花の蜜飲みなよ、落ち着くから。ありがとう。私はマーヤよ。この子はノーブル。私ツブリンって言うんだ。この花畑管理してんの。でもあんたたち見かけない顔ね。どの町に住んでんの？ずっと遠いところよ。遠いって？このカーサの国の外れ？ううん、もっとずっとずっと遠いところよ。うそ、この母さんの国の他に町なんかないわ。あら、ほんとよ。私たち外の世界から来たんだもん。はぁ、あんたたち面白いこと言って私に取り入るつもりなんでしょう。なんですって？でもダメよ、この花畑によそ者を受け入れることはできないのよ。何言ってるのよ、私だってこんな地震の多いところなんかに住みたくないわよ。まあや、行こうノブル、花の蜜ごちそうさま。あなた、ここ以外に町があること認めたくないんでしょう。いいんだ、いいん。この一本の柱がこの国全体を支えているんだね。ねえノーブル、ここがどこだか確かめてみない？そうだな、やってみるか。で見たことない？あるようなないような。何あれは？だって知ってるわよ。じゃあどうしてこんな危ないところにいるの？雨が止んだら巨人は傘をたたむよ。雨は止まないわよ。それに大体ここしか世界がないのにどこへ行けっていうのよ。世界ならいっぱいいっぱいあるのよ。嘘よ。あ、じゃあ見せてあげるわ。いらっしゃい。いや、やめてよ。ダメよ、しっかりしなきゃ。やだ。ツブリン、大丈夫？いや、待って。そんなに外の世界がいいなら自分たちだけで行けばいいでしょ。ツブリン、そこの二人、
あんた方かね。ツブリンを外の世界へ連れ出そうとしたのは。はい。困ったことをしてくれましたな。え？人を誘拐すると罪になりますからな。誘拐？なんてひどいこと言うの？私たちはそんなことはしていません。どうかあの子をいじめないでくれ。え？そっとしておいてやりたいのじゃよ。何か訳があるのね。よし、話してあげよう。さ、そこに座りなさい。あの子の両親はあの子がまだ小さい頃、この母さんの国を出て行ったんじゃ。母さんの人たちのために雨の降らない世界を探そうとしてな。きっと新しい町を探して帰るから、それまで元気で待っていてくれと、ツブリンを一人残して飛び立ったのじゃ。だがいくら町のためとはいえ無謀だった。あ、うわ、もう何年も前のことじゃ。それ以来あの子は外の世界を一切認めようとしなくなった。まあ、かわいそう、ツブリン。悲しい出来事を忘れようとするあまりそうなったのだろう。頼む、あんた方にはこのまま黙って旅立ってもらいたいのじゃ。わかりました。行こう、ノブル。うん。待ちなさい。さ、この傘をあげよう。これがあれば濡れずに済む。ありがとう、おじいさん。ツブリンにごめんなさいって伝えてください。私、勝手なことばかり言っちゃって。わかった。体に気をつけて行きなされよ。うん。おじいちゃんも元気でね。バイビー。はい。広い空が見えた方がいいわ。当たり前さ。見ろよ、マーヤ。あの巨人さんの傘の中にツブリンたちはいるのね。なんだかかわいそうだな。元気でね、ツブリン。青空だ。大変だ、雨が止んじゃう。いいじゃないか、そうすればその傘も必要なくなるしね。何言ってんのよ、ノーブル。それはあの巨人さんだって同じよ。雨が止んだらどうなると思うの？そうか、あの巨人も傘を畳んでしまう。やばい、どうしよう。みんなに知らせなきゃ。よし、行くよ。もうせっかちなんだから。マーヤ、ノーブル、エンゼラー様。エンゼラーおばさん。マーヤ、あなたのリボンに力を与えましょう。そのリボンはマーヤの知恵の手助けをしてくれるでしょう。知恵の手助け？それからもう一つ、ツブリンのお父さんとお母さんのことで教えておくことがあります。ツブリンのお父さんとお母さん。二人は遠い東の国で生きています。運よく風に乗って東の国にたどり着いたのです。今二人は町の人たちが安心して住める場所を一生懸命に探していますよ。いつもの揺れと違うよ。こりゃ一体どうしたんだろう。きっと何か恐ろしいことが起こる前触れじゃないかしら。これみんな落ち着きなさい。こんなことはよくあることなのじゃ。何も心配することはない。
さあみんな、揺れも収まったし、解散解散。待って、おじいさん。大変よ、雨が止みそうなの。雨が止むって、一体どういうことなんだ。みんな、早くこっから逃げ出すんだ。雨が止んだら、きっと巨人さんは傘をたたむわ。そしたら、この母さんの国はめちゃめちゃになってしまうわ。余計なこと言わないでよ。え？あんた、私たちを追い出して、この町を乗っ取るつもりなんでしょう。え？驚かないでね、つぶり。あなたのお父さんとお母さんは、遠い東の国で生きているのよ。え？本当よ、私、エンゼラーおばさんに聞いたの。魔法使いのエンゼラー様よ。まさか。つぶり、私たちと一緒に行きましょう。つぶり。とにかくじゃ、わしらはここを捨てるわけにはいかん。今まで平和だったんだ。これからだって平和に違いない。そうとも、よそ者の言いなりになる必要はないんだ。そうよ、よそ者は出てってよ。出てけ、出てけ。せっかく人が親切に教えに来てやったのに。行こうぜマーヤ。でも、うわっ、まさか、信じられない。そんなバカな。どうやらわしの考えが甘かったようじゃな。あんた方を疑ってすまなかった。それではおじいさん。いやいやいや、わしにはどうすることもできんのじゃよ。そんな、わしらにできることは祈ることだけじゃよ。最後の日が来ないことをな。あー、つぶりんが、つぶりんがあんなところに。お父さんとお母さんのいる東の国まで行くの。え？行ってお父さんたちともっと安心して住めるところを探すの。みんながいつ来てもいいように。つぶり、でもダメ、私お父さんやお母さんみたいに勇気がない。ここまでやったんだもの、勇気があるわ。本当にそう思う？うん。さあ一緒に行こうぜ。うん。つぶり、飛んで。ガーハ。怖い、怖いの。リボンさん、どうかつぶりに勇気を与えてください。つぶりに今一番必要なものは父と母の愛です。わかったわ、リボンさん、ありがとう。ノーブル、お願いですね。俺がお父さんに？なるほどね、よし行くぜ。それお父さんとお母さんになって私を励ましてくれてたのね。
気があればきっとお父さんたちにも会えるわ。さあ行きましょう。うん。それそれ、つぶりん頑張れ。頑張ってね。よし、わしたちも旅立ちの準備をしよう。いつ巨人が傘を畳んでもいいように。ああ、それじゃあつぶり、ここでお別れね。行っちゃうの？南の国に行かなきゃいけないの。また会えるわよね。もちろんよ。つぶりも元気で早くお父さんお母さんを見つけてね。じゃあさようなら。ありがとうマーヤ、ありがとうノーブル。マーヤとノーブルのおかげでつぶりんは広い世界に目を向けることができました。雨は降り続いています。でもマーヤとノーブルの心の中には青い空がどこまでも広がっていました。旅に疲れた私は眠ってる間にドリームテントウムシの森へ連れてこられたの。そこで私たちはビリーたちとお友達になったんだけど、突然花のお化けが襲ってきたの。次回は頑張れ弱虫ビリー、お楽しみに。